はい、こんにちは。笑顔ひろめ太郎、一座介護福祉士のついている太郎です。このチャンネルは私がおすすめする紙芝居や絵本について紹介するチャンネルとなっております。はい、なおですね、こちらで紹介する紙芝居や絵本については著作者の許可を得ておりますので、安心してご覧になってください。本日紹介する紙芝居はこちらになります。金の首飾り。原作が、小野博さん、絵が、望月亜希子さんです。この紙芝居、望月亜希子さんが、書かれてですね、私のところ送って、書き上げて送ってくれたばかりの紙芝居となります。中身はですね、クリスマスの内容です。絵がとっても可愛いので、特に子供たちには大変受けるんじゃないかなと思いますので、本日紹介したいと思っております。それでは紙芝居やっていきます。金の首飾り。よしこさんのお家も明日はクリスマスです。毛並みのツヤツヤした真っ黒い猫は夜通し煙突のてっぺんに座って、サンタクロースのおじいさんがこの家を間違いなく見つけてくれればいいがと黄色い目を光らせて見つめていました。よしこさんは、今夜はきっとおじいさんが新しい、私の欲しくて欲しくてたまらない小さな金の首飾りを持ってきてくれるに違いない、と言っておねんねをしました。犬は家の中の煙突の下をふさふさした尻尾できれいにお掃除をしました。せっかくサンタおじいさんが金の首飾りを持って煙突から降りてきても、そこがあまりきれいではなくては、嫌な気持ちになって帰ってしまうかもしれないからです。オウムさん、あなたはこのクリスマスにヨシコさんに何をしてあげるの？私はお目覚めの歌を歌ってあげるわ。それは毎朝のことで別に珍しくもないんじゃないの？でも、いつもの歌とは違うのよ。私がさっき作ったばかりのそれはいい歌なんですもの。歌なんか歌ったってクリスマスの役にまた立たないや。ごらんよ。僕たちのやっていることを。猫がこの上にいて目を光らせていなかったらこの家は空から見えないし、僕がここをきれいにしておかなければおじいさんは入ってきやしないよ。僕たちのすることはこんなもんだ。私だって何かしたいのだけれど、でもカゴの中にいるんですもの。私には歌を歌うことしかできないわ。今にいいメロディーがつくんだけれど。犬はそれには返事もしないで、では僕はおじいさんが来るまで一寝入りするんだ。こう言ってごろりと横になってしまいました。お部屋の中はシーンとして、夜がだんだん更けていきました。しばらくすると屋根の上にミシミシという足音が聞こえました。犬ははっと目を覚まして聞き耳を立てました。オウムはずっと寝台で待っていたのです。掃除はきれいにできたかな。サンタクロースのおじいさんはこう言いながら煙突の上にいた猫を背中に背負ってすらりと部屋へ降りてきました。そしてポケットからメモを出して、よしこさんは何が欲しいのだったかな。私の歩き人形にはお靴を2つ、白いクマちゃんには毛皮の帽子を、猫にはチリチリと鳴る鈴を、犬にはピカピカ光る首輪を一つ、オウムには新しい歌のメロディーを、それから私には。サンタおじいさんは暗くて字がよく見えません。はてなあ、よしこさんの欲しいものは何だったっけなあ。小さな金の首飾りです、と犬と猫とオウムとかが一度に言いました。小さな金の首飾り、おお、そうだった。昨夜ちゃんと作って、それからどうしたっけな。おじいさんは少し慌ててポケットというポケット、丸いポケット、四角なポケット、上のポケット、下のポケットを探し回りました。でも首飾りはどこにも見つかりません。おやおや、
どうしたんだろう。持ってこないはずはないのだが、はてなはてな。犬と猫は心配して顔を見合わせました。自分たちのもらうのはどうでもいいけれど、大事なお嬢様があれほど欲しがっていらっしゃる首飾りですから、どうしても探し出してもらわなければなりません。おじいさんは帽子も取ってみました。靴も脱いでみました。しかしどこにもありません。猫や犬やオウムはそれこそがっかりしてしまいました。と不意に、おお、そうだ!思い出したよ。あれはわしの家のコウノトリの首にかけてやる。かけたまま忘れて出てきたんだよ。これから取りに帰っては他の子供のところへ回れないし、さてどうしたらいいだろうな。僕が取りに行きましょうか。僕も猫も早い4本足がありますよ。ダメだダメだダメだ。わしのうちは遠い遠い空の上なんだから、4本足だろうが6本足だろうが、これから行って明け方までに帰ってくることはとてもできない。では、私が飛んでまいりましては、とオウムがカゴの中から羽ばたきをして言いました。なるほど、お前なら間に合うかもしれないね。おじいさんは早速オウムをカゴの中から出しました。そしてみんなと一緒に外に出てオウムに教えました。ほらほら、ずっと向こうに大きな星が3つ光ってるだろう。わしの家はその一番左の星のすぐ後ろに当たるんだよ。オウムはさっと飛び出しました。こんなにして力いっぱい翼を伸ばして飛ぶのは何年ぶりでしょう。オウムは一気に高く飛び上がって矢のように駆け出しました。果てしもなく遠い長い長い冷たい道でしたけれど、オウムはとうとう迷いもしないでサンタクロースの家に着きました。そのお家のふわふわした白い毛皮の屋根の上に赤いきれいな煙突がにょっきりと立っていました。お入りなさい、と窓にまたたいている明かりが言いました。お部屋の中はあったかよ。オウムはヘトヘトに疲れきっていました。でも、夜が明けないうちにヨシコさんが目を覚まさないうちに帰らなければならないので、ちっとでもぐずぐずしてはいられません。おうちのコウノトリさんはどこにおいでです?おじいさんのお使いで首飾りをいただきに参りました。ああ、首飾りってこれでしょう?と屋根のてっぺんから声がしておじいさんに可愛がられているコウノトリが首にキラキラした金の鎖を下げて出てきました。さあ、持って行ってらっしゃい。おじいさんが忘れていったのですよ。とコウノトリはニコニコして鎖を外してオウムの首にかけてくれました。オウムは大喜びでお辞儀をして、さようなら、あかりさんにもさようならと言ってどんどんかけて帰りました。よしこさんはまだお目覚めじゃないでしょうね。とオウムはお家へ帰りなり息を弾ませて聞きました。ああ、まだだよ、もらってきた。ご覧なさいよ。おお、えらいえらい。ああ、よかった。僕なんかもうオウムさんの前では言われないよ。オウムはニコニコ笑いながらヨシコさんの枕元へ首飾りをそっと置きました。犬や猫や歩き人形や白熊への贈り物はおじいさんがちゃんと揃えてヨシコさんのベッドの下へ置いていったのです。さあ、もうお目覚めのお歌を歌ってもいい時間ね。とオウムはそう言って美しい声で夜中に作った新しい朝の お歌を歌いました。一人でに流れ出てくる明るい朗らかなその歌のメロディーはサンタクロースのおじいさんからの贈り物でした。よしこさんはそのお歌で目を覚ましました。そして枕元に金の首飾りを見つけて踊り上がって喜びました。よしこさんにも犬にも猫にもオウムにもそれは楽しいクリスマスでした。おしまい。金の首飾りでした。はい、どうだったでしょうか。もう一度、作品を紹介したいと思います。この作品、原作が、小野博さん。絵が、望月明子さんとなります。望月明子さんが、美しい日本語シリーズとして、作られている二つ目の、作品になります、クリスマスシーズンに演じると良い、とても可愛い
動物もたくさん出てくる、とても、可愛らしい絵がたくさん出てくるクリスマスの、紙芝居となっております。こちらこの紙芝居はですね、ホームページの方で望月明子さんで検索して、調べて、買われると良いと思います。はい、それでは紹介終わります。はい、もし、このチャンネルですね、もし、見て良かったと思われましたら、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。本日、紹介いたしましたのは、笑顔ひろめ太郎一座介護福祉士のついている太郎でした。ではまた。